こんにちは、モーターマンオンラインです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今日ご紹介するのは、車のガジェットになります。Amazon でも毎日のように売れております、ベストセラー用品といえば、スマホホルダーになるわけなんですけれども、まあ、今回ご紹介するのは、少し変わったスマホホルダーで、こちらのベルキンさんからご提供いただきました iPhone12 以降のスマホホルダーご紹介をいたします。まず話がそれるんですが、こちら。実は私の動画でも取り上げているデザートウエストのこのスマホホルダー。これが Amazon でもベストセラー。毎日のように売れていると言ってもいいぐらい売れすぎているスマホホルダーになるわけなんですけれども、まあ、今回ご紹介するこのベルキンさんのスマホホルダーの使い勝手がどの程度いいのかという指標を見るために、まずこのデザートウエストの第5世代に今回当たるものなんですけれども、これがなぜベストセラーなのかということをまず簡単にご紹介をします。はい。ってことで、詳細は動画でもご紹介してますので、そちらをご覧いただければと思うんですが、まあ、こういった理由から、このデザートウエストのスマホホルダーはベストセラーになっています。まず、こちらの黒い方のスマホホルダーになります。で、こちらは、パッケージが、こういったパッケージのものになっているんですけれども、ここ見ていただくと、先ほども冒頭でご紹介した通りで、12以降のもの、プロマックス、プロからミニ、まあ、普通の12、まあ、それに対応したものになっております。で、出力に関しては 10W といったものになっていると。で、これが非常にシンプルなものでして、こちら。USB-C のケーブルがついているんですが、まあ、このケーブルをそのままもう繋いでおいて、で、今までの従来のスマホホルダーでもあったと思うんですが、まあ、エアコンのこのルーバーに差し込むタイプのものになっていて、首が動くタイプのものになっています。まあ、ここでダイヤルがありますが、ここで強弱の調整をしてあげれば、自由に首が動くようになっています。で、これ自体は、チャージャーとしての役割も果たしておりまして、マグネットタイプになっています。で、こちらをこのような形で差し込めば、OK。で、まず、ここで一つアドバンテージとしては、見た目が非常にいいということになります。で、二つ目は、乗せただけでマウントができて、チャージもできるということになります。で、三つ目。マグネットタイプになっておりますので、横に設置することも可能で、かつこの状態でチャージもできているということになります。この点が非常に使いやすいということになります。今までデザートウエスト先ほどご紹介したんですが、チャックさせるときはいちいち横にあるので、こういう感じで動かさなきゃいけなかったっていうのがありました。ですけれども、こちらのバルキンさんのこのスマホホルダーは、もうそのまま携帯を載せるだけで OK。こっちもそうです。載せるだけで OK ということなわけなので、すごく使い勝手としていいアイテムになっているということになります。続いてもう一つご紹介したいこちらのバルキンさんのスマホホルダーになるんですけれども、こちらはまずパッケージをお見せするんですが、まあ、このような形で、まあ、同じようにマグネット式タイプのものになっていて、そのまま携帯をポンとマウントすることができるものになっています。で、対応機種も先ほどと同じで iPhone12 以降のものに
になっております。で、こちらのいいところなんですけれども、正直ベースで話をすると、私はこのホルダー自体は車では使っていません。じゃあどこで使っているのかと言いますと、これは私家で使っています。で、家で使うのが非常にこれ便利でして、私 MacBook Pro 使ってるんですけど、まあ MacBook Pro を使いながらこの携帯も使っていて、まあ動画の編集で動画を撮影するときなんかも、この iPhone の13の Pro を使って、13から MacBook Pro へ動画のファイルを転送したりするときに使うんですけど、ノートパソコンのこう横に置いて、で、こう操作するときに、こういった傾きがついている状態で、まあ操作ができる。で、かつ、チャージもできるということで、すごく見やすくて、機能性が高くなっているということになります。で、かつ、もう見た目もすごく綺麗だというのがありますし、Apple の製品とデザイン性において乖離がない。Apple の製品ってすごく綺麗ですけれども、まあそれと比較をしても、このホルダー自体が、またかも Apple の純正のホルダーなんじゃないかっていうぐらい綺麗な仕上がりになっているというところがすごくいいところではないかと思います。でさらに、携帯を回転させるだけで、まあ、このように横の画面も見ることが可能と。まあ、動画の視聴をしたり、YouTube をはじめ、アマプラであるとか、Netflix とか、そういったものも大画面で見たい場合なんかは、こう横で見たりすることが多いわけなんですが、まあ、そういった時でも横にして見ることができるし、従来はここに線がついていたので、こう線がこう横にこう剥き出しになっちゃうとすごくチャージしにくいというのがあったわけなんですけれど、チャージしていても大画面に切り替えて見ることもできるというところがすごくメリットがあるところです。でさらに、この iPhone 13、横見ていただくとレンズが非常に大きくなっています。まあ、そういった時に、まあ、これ例えば床に置いたりするときに直で置いたりするとレンズが気づいてしまう可能性っていうのがあります。で、こう横を置いてでケーブルにつないでチャージするっていうのもありかと思うんですけれども、やっぱり毎回毎回それを気にしていると少し使い勝手として悪いですし、レンズを傷つけずにチャージするという意味においてはやっぱりこういったもの。このような形で、まあ、チャージするときに、こう台として置く。で、チャージもできるということで、ケーブルをわざわざ差し込まなくても、そのままこのホルダーにポンと乗せるだけでチャージができると。で、レンズ自体も傷がつかないで済むと、まあ、いうことで、チャージもできて、カメラのレンズも傷つけることも避けられると。で、画面も見やすいと。まあ、いうことで、ものすごく家で使うと。家の机とかで使う。もしくは職場で使うという意味においては、すごく使いやすいスマホホルダーということで、これかなり画期的なんじゃないかなって正直思うところになります。なので、まあ、家で使っていただくのが、すごくこのスマホホルダーの便利さに、気づかれるんではないかなと思いますので、まあぜひ12以降の機種に交換される。で、古い機種ですとバッテリーの寿命がやっぱ縮まってきて、どんどん充電をしてもすぐにバッテリーが切れちゃうっていうことが進むと思います。そうしますと、いずれ機種変更してバージョンアップをしなければならないという時が来ると思いますので、まあそういった時にこのベルキンさんのスマホホルダーを、まあ、一度ご検討していただけると非常にいいかなと思います。最後に、さらにあると便利な、こちらのデュアル USB カーチャージャーご紹介をしておきます。で、こちらもベルキンさんから出ているものなんですけれども、36W ということになります。で、2ポートありますんで、この2ポートで 36W。まあ、こちら実物ありますけれども、2ポートで 36W。
なので、片側で 18W になります。で、それでチャージをすると、50%、0から 50% になるのに、30分でチャージができるということで、急速充電ができるようになっております。先ほどのマグネット式の黒いスマホホルダーは 10W だったと思うんですけど、まあ、こちらはさらに W 数としては高くて 18W ということになりますんで、まあ、よりスピーディーにチャージができるということで、非常に便利なアイテムになりますので、まあ、合わせて購入されると非常にいいかと思います。で、ベルキンさんの商品は、こちら、タイプ C になってしまっているので、タイプ C がない車の場合なんかも、まあ、これがあると非常に便利かなと思います。で、デザインも、ベルキンさんのこのデザイン、シンプルなのがすごく特徴的なところになると思うんですけれども、特に闇のないデザインですし、まあ、どの車にでも溶け込めるようなシンプルさというのが売りなのではないかと思います。で、パワーアウトレットにそのまま接続すれば OK ということで、これで急速充電が可能ということで、まあ、仕事でなかなか時間がないとか、車に乗ってる時間の中で有効的にチャージを完了させたいといった場合になんかもすごく役立つガジェットになるのではないかと思います。今回はベルキンさんよりご提供いただきましたこちらのスマホホルダー、それからカーチャージャー、こちらの方のご紹介をいたしました。商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、興味のある方はぜひそちらご覧になっていただけますと幸いです。また当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりますので、そちらの方もぜひご覧になっていただけますと幸いです。最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。